被災地が確かな復興の道を歩むために、そして我が国が長きにわたる停滞を乗り越えて将来に繁栄を引き継いでいくために、日本経済の再生にも全力で取り組みます。数多くのプロジェクトを盛り込んだ24年度予算は経済再生の次なる一歩です。4次補正予算と合わせ早期の成立を図ります。国家戦略会議において新成長戦略の実行を加速するとともに、新たな成長に向けた具体的な工程表を伴う日本再生戦略を年王までに策定し、官民が一体となって着実に実行します。日本に広がる幾多のフロンティアは私たちの挑戦を待っています。女性はこれからの日本の潜在力の最たるものです。社会のあらゆる場面に女性が参加し、その能力を発揮していただくことは、社会全体の多様性を高め、元気な日本を取り戻す重要な鍵です。農業、エネルギー環境、医療、介護といった分野は、新たな需要を生み出し、21世紀の成長産業となる大きな可能性を秘めています。資源の宝庫である海洋や、無限の可能性を持つ宇宙は、政府を挙げて取り組んでいく人類全体のフロンティアです。こうした内外のフロンティアを夢から現実に変え、日本再生の原動力とするための方策を国家ビジョンとして示します。アジア太平洋への玄関口として大きな潜在力を秘め、本土復帰から40周年を迎える沖縄もフロンティアの一つです。その潜在力を存分に引き出すために、24年度予算において使い道を限定しない自由度の高い一括交付金を用意します。また地元の要望を踏まえ、24年度以降の沖縄振興に関する2法案を今国会に提出します。経済再生のためにはエネルギー政策の再構築が欠かせません。夏を目途に新しい戦略と計画を取りまとめます。合わせて新たなエネルギー構成を支える電力システムの在り方や、今後の地球温暖化に関する国内対策を示します。また原発事故の原因を徹底的に究明し、その教訓を踏まえた新たな原子力安全行政を確立します。